さてさ、ショコレでございます。2月の17日金曜日の室内の温度17度、湿度 66%、 時間が1時52分です。ちょっと今日は短いんですけど、ちょっと2日前ぐらいからですね、この首のこの辺がすごい痛くて、それが今はこめかみに移り、こめかみが痛いなと思っていて、夜横になって喋っていないとなんか空咳が出てしまうという状況でしてね、もしかしたらもしかするんじゃないかと思って、今この時間に初めて、熱を測ろうと一生懸命家の中探しました。見つけました、ありました、オムロンのこの体温計ね。これは僕のこの家の中だけ時代が遅れているのか、はたまたこのものすごい現代のこの文明が進んでいるのにもかかわらず体温計はずっとこの形なのかっていうところは、ちょっといろいろと疑問を持ちたいところなんですけれども、一般用オムロン電子体温計、これを使って温度を測りたいと思います。もしこれで僕の平熱35度後半です。これでもう37度以上あるようだったら、ちょっと今すぐ病院に行けるようにこの時間に撮っています。どうしよっか、待ってる間何の話します。あ、このビッグボーイの貯金箱には今500円玉2枚入ってます。最近ですね、編集してる時の飲み物がね、こう例えばイエモンとかさ、生茶とかお茶関係だったんですよ。なんか甘ったるいコーヒー今まで好んでたんですけど、それをすごいお茶が好きになりましてね、でそのお茶なんだけど、もうずっとここ何日か喉がすごいイガイガしてたから、久々にこんなね、すっごい余計イガイガするんじゃないかって思えるガブ飲みメロンソーダ炭酸飲料でもね、これあんま炭酸来ないんですよ。買ってから間違ったなって思ったんですけど、すごい美味しくてすごい飲んでました。全然ならないな。さっきまでね、横になってたんですけど、横になっててもこめかみ痛いし、起き上がってもこめかみ痛いんですよ。これでもし熱がなかった場合は、ただの寝違え、なった、見えるかな、36度ですね。はい、熱はありません、よかったです。おお、風が強いね今日はね。じゃあ何だろう、何なんですか、このすごいこめかみが痛いのと、空咳と言いますかね、この喉が渇いてる感じは多分加湿の問題でなんとかなると思います。こめかみがすごい痛いんですよ。あんまり大きい声出したくないというかね。いや、あの脇に差し込むのが甘かったのかもしれない。せっかくね、こうやって動画を回してる時間帯にさ、病院が空いてるわけだから、本当に熱があったら久々に病院に行こうかなっていう気持ちになってたのに、36度ってね。ちなみに風邪薬はもう飲んでますよ。心の中で風邪ではないんじゃないか説と、風邪であったらどうしようか説っていうものが非常に戦っていまして、とりあえず風邪かなって思った時はバファリンを飲むって決めていて、バファリンは飲みました。ただ今こう外の風の音を聞いていて思ったんですけど、花粉かな、花粉の可能性もあるね。でも首が痛くなってこめかみが痛い、もうこめかみが痛い、ダダン、お、 36.3 度、上がってきたね。 0.3 度も上がったんだよこの短期間で。これなんかありますよ。というわけで多分花粉だね、これはね。多分この肩から首にかけてがすごい痛かったのは、ここにずっといたからかもしれないですね。
というわけで病院には行くこともなく、多分花粉でしょう。外こんだけ風吹いてるからね。それにしてもすごい音だ。聞こえるかな？マイクに入ってるかね？はい、では引き続き体調管理気をつけます。皆さんもお気をつけあれ。しょうこれでした。また明日。